じゃあ曲対決いきます、うん、行こう。俺ね、うん、まあ、松村がね卒業発表したってことで、昨日昨日ですね、昨日の夜番組、自分のやってるニコニコ動画つなんつうのあれ、生のアイドルが好きな、なんか松村がずっとやってたやつなんだ ね、だからあそこで発表したんでしょ。そうそう、うん、あ、まあね、どんどん1期生2期生もう卒業らしい、寂しいけどね、寂しいっすね。松村はどんどんもう初期からの、うん、本当もうレジェンドメンバーですからね。本当ですよ、うん、ね、松村がうんね、うん、マスターズに出て優勝する、全然違うレジェンドって言ったから、いや全然もう なんかそれいけそうじゃないの、松村だったら乃木坂で例えてくればいいのに、なんであいつがマスターズ出ちゃうんだよ松村が、松村沙莉が、うん、松村沙莉が乃木坂46の中の中の、ゴルフ大会で優勝するみたいなもの、じゃ知らねえもんだって他誰が上手いのかとかでゴルフ出しちゃダメですよ、あそう、うん、そっか、うん、松村でもやっぱほらねえ、あフロントメンバーでしょ、それこそ松村なんてね、うん、そうですよ、うん、松村が、うん、乃木坂46に鈴木武康を入れてって連れてきちゃう、違う、もう鈴木武康がなんか出てきちゃダメだよ、なんで、うん、あいつ入れ込むあいつだけで今喜んでるのこれ聞いてるやつ、あのね、うん、俺はね、うん、これ松村とあの秋元がセンターやってたね、うん、ひと夏の長さより、はい、これですね、俺もね乃木坂のんでせっかちなカタツムリ、あーこれもね、うん、俺も松村だよね、あじゃあどっちも松村対決、松村対決にしようよ、さあどちらがかかるでしょうか、うん、もうせっかちなカタツムリなんです ね、はい聞いてください。